六万城は、現在の宮崎県海老野市東川北にあった山城。正木委員の領主、北原氏が築城した城で、追記当時は、格闘合一帯の中心だった城である。南を川内川、東を関川が流れる百貫山からの一部丘陵の、その飛行28メートルの先端部を掘り切り、それより南面を白縄張りとしている。各は、高木、 中野城、小木の三つに堀り切りを設けて区画分けされ、高木と中の城の間の堀が南北へ抜ける主要な通路にもなり、その途中の高木と中の城へ通じる通路がここを形成していた。大江2年北原五代、北原半県がこの城で、相良市の相良由来と宴会中に口論となり、差し違えて両者とも死去するという事件が発生している。 永郷二年には、欧州島津家の島津忠国に敗れた、総州島津家の島津久志林がこの城へ逃れ、潜伏したものの、忠国に攻められて自害している。久志林の墓は、城の西方4から500メートルの場所に存在する。永禄二年北原氏の家督問題に、伊藤義介が介入、北原氏が事実上伊藤氏に乗っ取られるが、永禄五年に、 北原九神の白坂下佐助が、島津隆久、相良義洋、北郷時久の協力を得て、北原兼近を当主に、北原氏を再興すると、徳万城主にして、徳万地頭であった、北原八郎栄門城は兼近に従った。その後、北原氏が没落し、正木院が、島津氏の領有に帰すると、い野城に入った、島津義博は、 徳万城の東にあった屈登城を改修、格登城として自らの祭祀を住まわせたため、徳万城はその市場となった。ありがとうございます。